メンバーがあれこんなにメンバーいたっけってユニットの時にあのセブンティーンとか6人5人ぐらいでやってるんだけど12人ぐらいにダブって見えてて、であれセブンティーンって全体曲だっけってちょっと勘違いしたぐらい頭がぼーっとしてきてて、で多分脱水症状みたいにもなっちゃってて水飲む時間がねなかったの。だからお水もらって、お水じゃないけどお茶アクエリもらって飲んだらちょっと楽になったんだけど、そうで、なんか私29曲早替えありでぶっ続けでやってたのね。で次の日が炎天下の中、途中雨降ったりもしたし、エボを聞いてる嫌なのにポカポカしてるんだろうと思ったら、なんか次の瞬間から急に震えてきてもうなんかこの辺顎とかがカクカクなるぐらい震えてきて寒ってなってで、なんか体温が急になんか、なんか体の中は熱いけどめっちゃ寒いみたいな、徐々にとかじゃないんですよ。本当になんかディフのあの公演っていうかステージが終わって楽屋に戻って、途中でねプリクラ撮ったりしてたの。その辺あたりからなんかどんどん体が震えてきて、でその後新潟帰る前に衣装店行ったんだけど、衣装店の時回ってる時もずっとなんかフラフラしてて、そう私あのもう一個別で取材みたいなのがあったから一人で行ったのね。メンバーみんなで行ってたんだけど、その後一人で行ったんですけど、なんかその時もなんかあのずっとなんかフラフラすると思いながら衣装を見てて、でなんか新幹線の中もうめっちゃ寒くて、でなんか持ってった着替えにくるまってこうやって震えてたので、家帰ってきて熱上がったらめっちゃあったそうだよねなった。うん、ちょっとでもね無理をしすぎましたね。なんかずっとなんかね昨日かな間違えて水飲んじゃったの。さあなんかさ気持ち悪くて、そっからもずっと体調悪いのにさ、なんか余計にずっと全部体調悪くて、そう挙句の果てにご飯食べてなかったから貧血で、もうね全部来たんだよね多分、もう全部来たのなんかこのまま多分公演とかもう一公演とか出たら死ぬんだと思うそう私水飲んだらね吐いちゃうの。なんかこれはなん
なんか気持ちの問題だよって言われることも多いんですけど、なんかお水飲めないんですよね。でまあめっちゃ困るんですよ。どんな時でもさ、渡されるのってお水じゃん。だからさ、なんかお水飲めない人なんてこの世にいないと思われてるからさ、世間的には。だからさ、なんかご厚意でいただくお水とかもさ、なんか一応受け取ったりしなきゃいけなくて、それすらも精神的にきついんだけど、でもね、吐いちゃうんだよね。飲み込むとうがいはできるんだけど、飲み込んだ後とかにもうどんどんこう上がってくる、なんか胃液とともに上がってきちゃって、で私はねその後吐いちゃって、でご飯食べてなかったからね、あの胃液しか出なかったの多分。したらなんか胃液での酸で喉が焼けちゃって、それもあって喉めっちゃ痛いんだよね。そう、私でもね、自分で間違えたの。ここに あって私の前にあるから、なんかアクエリとかそういうなんかスポーツドリンクかなと思って飲んじゃったの、間違えて。吐いたよね普通にってなんか気持ち悪いと思って、水だって思った瞬間にもう遅くて飲み込んじゃってて、そのままトイレに駆け込んで吐きました。そう、なんか具合悪いのに上乗せして、それで結構うんってなってて、でもね聞いてください、なんか元気出そうと思ってねなんかそれでも配信もやりたいし、なんかやりたいことたくさんあったの。 SNS も更新したいし、みんなの上げてくれてる画像とかもチェックしたいし、なんかこうやりたいことがたくさんあるのに、なんか体が動かなくて、合間合間とか移動中とかお仕事の合間とかに見るようにはしてたのね。でなんかアーカイブもねそれで見てたので、そしたらなんか多分頭ド頭はみんななんかサイリウムピンクにしてくれてたり、なんかあの冊子にさ書いてある演出みたいなのとかがすごくて、なんかあとなんか私のやってきたことみたいな記録みたいなのをまとめてくれてあったりしたやつを見たんですよ。そしたらね、もう本当に不思議なんだけど、なんかね元気になるんだよねなんかやっぱ気持ちの問題なんだと思った。うん、なんかだから心はすごくそのおかげで元気なんだけど、体がもうどん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 こう悲鳴というか上げていて、なんかありがとうございました。そうで、あのスタフラもう後で聞いたら、なんかファンの人が用意してくれたウサギのやつがめちゃくちゃ可愛かったらしくて、スタッフさんがね私が表に行けないからたくさん写真とか動画を送ってくれたんですよ。で私も後でなんか若干解体された後だったけど 見れて、それでなんかまあ嬉しかったし、なんかいっぱい考えてくれたんだなと思って、そう、あの元気になりました。みんなもこれつけてる？このウサギキーホルダー、私あのスタッフさんとかねメンバーにもあげたら、メンバーが携帯とか財布とかにもつけてくれてて、めっちゃ嬉しかったんです。これウサギ
つけてる車の鍵につけてる。頭につけてたね。私見えてたよ、なおこちゃん2つぶっ刺してツインテールしてたでしょすごい目立ってた、ステージから見ても。うさぎ頭にぶっ刺してる人いましたねって後輩に何人かから言われたもん。うん、なんか昨日は一方的に私がこうなんだろうな、一方的にさ、私がなんかこの曲はこうでみたいな、こうなんだろう、感想というか押し付けたんですけど、みんなはどうでしたか？なんかこのブロックが良かったとかありましたか？でもやっぱりなんかメディアとかはこぞってね、 OG のブロック書いてたけど、なんか私はね、なんかまあもちろんなんだろうな、うん、全員その来てくれたわけじゃないから、なんかいろいろ言われるだろうなとは思ったのだけど、なんか私は私のために会場に来てパフォーマンスしてくれることがなんかどれだけありがたいことか、まずそこに来てくれたみんなにまずは感謝だし、それって私への気持ちが少しでもないとやっぱりできないことだし、立ち位置ゼロから覚えてねやってくれたり、やっぱり急に大勢の人の前に出たり、しばらく人前に立ってなかった子とかは勇気がいっただろうし、なんかそういうのとかも考えて、すごくなんか来てくれただけでねありがたいなって思ってたんだけど、来れなかった子も連絡くれた子はもう何人もいたし、なんか行けないけど遠くから見てるよっていう連絡をねくれたので、なんかニャンとかもめっちゃ気遣ってくれてなんか私行けなくてごめんねみたいな LINE くれたんだけど、マジで気にしなくていいよって、もう本当になんか私のせいでなんか言われたらごめんねみたいな。あやにゃんってね本当に気遣いの人だから、なんかすごいねホスピタリティがあれなんですよ。なんかあやにゃんもね心配してくれてたんですけど、マジで全く気にする必要がない、そういうこと言ってくるやつは私がぶっ飛ばすから大丈夫だよって言ってたぐらい、もう本当になんかみんなこうなんだろうな、温かくちゃんとなんだろうな、送り出す気持ちでいてくれたことがすごく嬉しかったので、うん、なんかそれを来てくれた人とか来れなかった人に対してわーわー言うのも違うし、私に対してなんかわーわー言うのも違うと思うし、なんかなんだけど、でもなんかそういう風にまた私の思い描いてたNGT48 だなってまた感じられるステージになったってことがやっぱり一番大きいと思うんですよね。だからなんか、まあ、うん、なんか決してなんかなんだろうな、うん、会ったこと全てを美談にしたいわけじゃなくて、私はなんか昔があって今があって
今の NGT があるのはやっぱりその礎を築いてきた一期生がいてこそだと思ってるので、あのステージはすごい私にとってはもう完璧な最高のステージだったと思ってます。はい、あとはね、私が心配してたのはアーカイブ見てちょっと安心したんだけど、サーヤとユーハが補正ジッパー、私二人とも細いから死ぬ気で痩せたのね。二人がさ死ぬほど細いから頑張って痩せたの。まあでも二人に比べたらデブだったけど、でもちょっとアーカイブ見て安心した。あ、なんとか人に見せられる体になってよかったと思って。ピメも細かった。いやいや、私はデブだったけど人様に見せれる体ぐらいにはなっててよかったなって思いました。はい、ね、私ね多分半分ぐらい病気なんだよね。もうなんか痩せなきゃって思ったらご飯食べられなくなるの。だからなんかあんまり思わない方がいいのかもしれない。なんか変に完璧主義なストイックなところがなんかこうか固まった思考になりやすくて、それ私客観的に見てそこまで分析できてんのに治んないからね。うん、多分私これ人から見たらやりすぎなんだろうなみたいなとこまでやっちゃうんですよ。なんかでもそれぐらいしないと自分の気が済まないっていう。あ、でももう終わったからご飯食べてる。ちゃんとご飯食べてるよ。大丈夫。みんなはどこが良かったですか？みんなは、君は僕だ、君は僕だ、風呂で思いついた。私マジ天才だよね。ドレスかわいい。
ドレス可愛かったよ。ドレスマジックですよ、あれはもう。やっぱ私さ、君は僕だ、歌詞間違ってたかな、なんか腑に落ちてないんだよね、最後歌詞間違ってた、なんか2番と最後よく混ざるんだけどさ、間違ってたかな、ちょっと誰か確認してきて。アーカイブ見たら泣いちゃうじゃん。3年 C 組の曲もジーンとした。ほんと？セカオで累戦終わりました。セトリ大丈夫でしたかね。そうでもさ、卒コン見てたらさ、なんかコメントとか流れてくるじゃん。私笑ったのがさ、やっぱこれ昼はセーブしてたよなっていうコメントがめっちゃおもろかった。いや、してましたねっていう気持ちだったよね。いや、してたんだよねって。だって3曲ぐらいでいいよって理解言ってたの、マネージャーに。そして、いや、何言ってるんですかみたいな。今日の主役があんたなのに3曲って何ですかみたいなの言われて、しぶしぶ出てたぐらいのテンションだったのに。そう、だから A チーム B チームみたいな分かれてたじゃん。あの何かソフトサーブチームとセカオだっけ、何やらかやらチームと。だけど私は出てないのに A チームとして MC に出て、一人ですごい喋ってた、うん、出てない分も喋ってた、うん、MC 頑張ろうと思って。私 A チームのリハすら出てないしって思って。そう、なんかちょうど A チームのリハがあった日に私別仕事でリハ出れなかったんだよね。でその後別でリハ見とるみたいなあの予定だったんだけど、それだと私に負担がすごいからっつって、その2曲は省いたんですよ。そう。
で、ドロジラも演出の方がもうリカちゃんを踊んなくていいよってみんなのことドローンにしちゃって、それでなんかあの操縦士やったらいいじゃんって言われて、えってなってたら話が進んで、気づいた時にはもう立派な操縦士だった。でもさ、そりゃさ夜出ずっぱだからさ、そうなるよね。でも踊んなくていいよって言われたけど、あれは私の希望でサビだけ振り起こししたの、一人で自主練日にレッスン場に行って一人でリハしてるって言ってた日あったでしょ。あの日に長岡花火じゃないや、長岡祭りで人がいなくてリハできなかった日かな、にドロジラだけ起こして踊らなくていいって言われてたけど、サビぐらいは踊ろうって思って頑張って覚えました。はい。シャンプーハットは誰のアイディアな。演出の人だよ。ドローンっぽいでしょ。まさか8年目にしてシャンプーハットを後輩にかぶせてね、センターで踊ってると思ってないよね、昔の私も。うん。ネタにされててかわいそうだった。でも泥地だって私っぽくないかし。うん、それで多分この曲に選んでもらったんだなと思って。だってその後さ、わちゃごなをさ、ひなたとまりなっていうさ往年の一期生コンビがさ、なんかしっとり歌い上げてるのにさ、その前の私何やったみたいな嘘やろみたいなぐらいさふざけててさそう、昼はねそんな感じでした。だからセーブは正直してました。してないと言えば嘘になる。してました。ダンスもちょっと控えめに踊ってた。ポニシの時だけ頑張った。なんか知らんけどセンターにされたから、え、ポニシセンターなの私、じゃあ頑張んなきゃと思って。
夜はね、でもなんかいつになく緊張してました。なんか演出の人がいるといえど、ほとんど私にちゃんと意見を聞いてくれて、そのわがままをいかに通すか考えてたのが演出家の人でほぼ私がこう、なんだろう、これやりたい、あれやりたいって言ったことをこう綺麗に精査して、あの出来上がったコンサートだったので、精査してくれたのが演出の人で、そうそう、あの別が聴けば聴くほどいい曲なんだ、そうでしょ。瀬戸利はリカちゃん、あん、そうだよ。全部着替え1分ぐらいしかなくて戦争だった裏は だって衣装さんたちはさ、時間内に私をステージを送り出さなきゃいけなくて、私は時間内にステージに出る状態になってなきゃいけなくて、そう、大変だったわ。あそこが一番大変だったんじゃないかなユニットブロックがマジでね、カオスだったね。やばい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 ってずっと言ってた着替え早かったね。でもね、多分ね、私じゃないとできないよ、あのコンサート私ぐらい着替えが早くないと無理。私はたまたま早替えが得意だったからできたけど絶対無理だよ、他の子じゃできない、多分私だからこそできた瀬戸利です同じことやっても多分この曲は出なくてこの曲で出てくるっていうことになってたと思う。私が全曲出たいって言うもんだからみんなびっくりしちゃって、でもさ、なんかそういうコロコロ変わるの楽しくない？衣装もたくさん着たかったしさ、ワンハでさ、パン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 ってこう、何、どん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 空気が変わっていくスピード感のある、なんかいろんな私を見せられるコンサートがいいなって思ってて、でさ、なんかさ、たるいじゃん、長々さ泣かせる曲をさずっとやったりさ、あの私そういうの嫌いなのだから緩急、もうなんか演出だなこれ、泣かせに来てんなみたいな、嫌なんですよ。だからなんかそう感じさせる間もなく、こうなんかタン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 ってすぐ進んでいくコンサートだと、別に NGT のこと知らない人でも楽しめる。次はどんな曲なんだろう、次はどんな雰囲気になるんだろう、どんな衣装を着るんだろうってワクワクできるじゃん。なんかそういうのがね、すごい私はいいなって思って
そう、なんか3時間ぐらいあったんですよ、あのコンサート。でもこうあっという間だったなって感じてほしくて、なんか、え、この曲もやるの？この曲もやるの？え、かと思ったらやっぱこれもやるよねみたいな、そういう感じがいいよね私のやりたいコンサートが詰まってた。マジ3時間ぐらいあったよ、最後私が時計の音で吐けるまで3時間ぐらいあったはず。なかなか外した曲いっぱいあるよ、いっぱいある。だって私最初40曲ぐらい出して、いやいやバカって言われた マネージャーと演出の人に、だって全部やりたいんだもん、いやいやそれ無理無理です、サビだけメドレーとかっていう話これって言われて、いやバンハーで全部できるかな、無理って言われて で、ってなって、じゃあもう絶対やりたい曲だけ最初に書こうって。でそこから この曲はなやりたいけどっていうのを外してこうって言われて、1回目に絞った時はそれでも32曲あったまだ多いなってなってで挙句の果てにはこれとこれとこれをフルでやりたいっていう曲が何個かあったから、フルはいいんじゃないってこうなんか大人に促されてなんかもうすごいみんなにせ、だってほら卒業公演もあるよ、その時やる曲なくなるんじゃないとかって、すごいなんかさ、なんかこう子供みたいだったただこねてる子今これ買ったらさーみたいな次に出るゲームソフト買えなくなるんじゃないみたいな感じのこう促され方をして、でもリクこれやりたいんだよね衣装着てって言って、うん、わかる、やりたいよね、でもこれやったらこの曲短くしなきゃいけない、これ嫌でしょってやって、なんかそうやって説得されて説得されて、やっとやっと絞って29曲決してね怒ってない、怒られはしなかった。だってリカがそのセトリを自信満々でってニコニコで提出した時に、大人がリカちゃんこれさあのやれることとやれないこともちろんあるんだけどって顔を見合わせてどうやって説得しようかなの顔してたもんリカこれやりたいってニコニコで40曲ぐらい提出したら、お多いねって言ってで大人も大人でさ、やりたいことは やらせてあげたいって言ってる手前さ、うんみたいになっててさ、おもろかったう
リカはもう絶対できると思ってやってるから無理だよって言われてやばいやば無理だよって言われて、無理だよと言われてないよ、遠回しにこれは絶対無理だよっていうことを言われて、めちゃくちゃ説得されてないまと思ってそうそう、ね、なんかそれでも私がやりたい曲めちゃくちゃ多かったから、でもさ、リカ姫さ、ひどこえんさ出なくてもいいよって言ったのリカ姫さ、別にさ、ひどこえん出なくてもいいよって、多分リカ姫のファンならリカちゃん多分夜のために温存してんだよなって分かってくれてたと思うよって言ったら、うん、それは困るって言われてうん、ちゃそれはそれで困るから、ほら失業公演とかもあるよみたいなでもさ、2回目さ夜にやっぱりさいっぱいさすごいねって言ってもらいたいからさ、これはさやりたくてさみたいな言ったらでもねやっぱり昼公演は昼公演で楽しみにしてくる人がいるから、リカちゃんのファンも絶対来るし、で昼公演は出ようって言われて、うん、じゃあ3曲でいい？ダメだよって言われてあんまり出ないと思うよ昼とおっしゃってたよなだって本当に当初はそのつもりだったんだ、でもなんか大人に促されてからしゃーなしでってやった。ほらだってリカちゃん見て交番見て、オニシュセンターって言われてじゃあポニシュだけ出るそうじゃなくてってそうじゃなくてって言われてコントでしたね、だってリカ頭もリカ姫マックスだけでいいって言ったら、大人3人ぐらいバーって寄ってきて、リカちゃん出なきゃだってリハしてないのに投資されて、リカ姫どうしたいか分かんないんだもんってわがまま言い始めて、でうんそうだよね夜もあるしね、でもねこれリカちゃんいないと成立しないかも、立ち位置もあるしとかって言われてもうなんかリカの機嫌をいかに取るかっていうリハでメンバーも半分呆れてたでマリナとか遠くから「リカちゃん結局出ることになったの？」って半分諦めてたからねみんな「うん、また立ち位置変わるかと思った」っつって、ソフトサーブ最初私出る羽目になりそうだったからさ、そう髪は回避してるから何かとソフトサーブ、だから私の歌い全部日向が一人で歌ってて可愛かった「ヤンメソフトサーブセンターじゃないならやんなくていいや」って言って、大人もそれにはもう「分かった、じゃあここは削ろう」って言って「だって夜でさセンター曲だから」って選んでるのにさ、お昼さなんかこんなさ端っこに追いやられて「画面かわいそうじゃない？」って言ったら「そうだよねそうだよね」って言って
泣く泣く私の名前消してたペンで、うん、そうてくれたスタッフが。でもその分2回目は MC 頑張ったよ。だからトントンあの MC やけに喋るなと思わなかった？ A チームで出てねえくせに。そう、そういう感じでした。いきなりだってキス帳から出てきたもんね。あれもリカキス帳出なきゃダメってギリギリまでダダこねてて、出よ立ち位置あるからって言われてほら始まる、ほら行って行ってって言われて、ようやく立ち位置に立ちました。スタッフさんって大変だよねお前のせいだよな何を隠そう、お前のせいで大変なんだよそうだし、なんかやっぱりなんか動線とかを守れてない子がいると、私さ早替えのために履けなきゃいけないじゃん。そこにさこういられるとさロスなわけよ。その分その子のことを避けていかなきゃいけないしとか、あとはなんか先輩同期、私と同期1期生とか2期ドラがめちゃくちゃ練習してきてくれて、フリーも完璧にしてくれて、なんか振り入れしてないんだよ。自分家で起こして映像を見て、でそれをこう後輩にね教えてくれたりしてたのね。後輩も後輩でさ、いっぱい新しい曲やらなくてわーってなってたの分かるんだけどさ、なんか自分でできることもっとあるじゃんって私はその時思っちゃったの。だってそんだけ2期ドラがさ同じだけの量さ踊っ、なんなら2期ドラの方が多いのにさ、なんかそれでも家でね覚えてくれてたりとかさしてさしてるのにさ、なんでやってこないのみたいなイライラとかもあって、私はリハ期間は機嫌が悪かったの、とてもすごく、うん、だしなんかこう一生懸命やってくれてる子がいる反面、そうじゃない子が目立つんですよ。なんかもちろん全員ちゃんと一生懸命やってるよ。だけど私はもう最大限NGT ってこんなに素敵なグループだよって見せたいし、私でしかできないセトリをみんなにやってもらってるわけだから、それもなんかもう新しいこの子の魅力を見つけてあげたいとかさ、まあいろいろ考えてさ配置してるわけじゃん、ユニットとかも。なのにさ、なんかそんだけの覚悟がなくてリハに臨んでる子の意味がわからなくて、それでなんかすごいね切れてたんですけど、そう、だからいっぱい怒ってごめんねって言ってたのはそういうのもあったりとかしてだったんだけど、でも最終的にはみんなこういいものを作ろうってこう
リハとかもね積極的に参加してくれたりして覚えてきてくれたりして、なんか最終的にはすごい最高のコンサートになったから良かったなって思ったんだけど、なんか絶対このリハ期間で嫌われるんだけどって泣きながらスタッフに言ってた時があった、ね、なんでリカばっかりこんなに切れなきゃいけないんだろうって、誰もちゃんと一生懸命やってくれないしさみたいな、でやってくれてんの分かってもさ、私のさ求めるところまで達してないとさ、私はさやっぱ完璧主義だからキキってなるわけ、私はこんなに他にも仕事があってここまでやってるのに、で全曲出てて一人で振りも全部覚えてやってるのに、なんでこれぐらいできないのってやっぱ思っちゃうところあるじゃん。そりゃ8年やってることを1年やそこらのことは絶対違うよ、違うのに、だからその時はもう思考が固まっちゃってるからもうなんでできないのってなっちゃうわけ、自分ができるからね、なんか良くない良くないんだ良くないんだけど、なんかでもみんな一生懸命やってくれてるのも心のどこかで分かりつつ、でももっとできるじゃんって思ってる自分もいて、なんかその自分との戦いで、なんかすごいその仲のいいねマネージャーさんとかになんでこんなにで私なんでもっとちゃんとやってくんないんだろうって、絶対このリハ期間で私嫌われるんだけどって言って泣きながら言ってましたね、うん、だって私が入って1年目とかの時ってさそれ以上にやってたし、それこそもっとね、選抜にバーンって入れられて、やったこともない振りをいきなり通されて15分しか振り入れできない中もう本番ですみたいな時とかもあったし、でもステージに出てできなくて叩かれるのってその子自身なんだよ、だからなんかそれが嫌で、なんかリハ時間こんだけしか取ってもらえないけど、でも出て踊れてなかったら叩かれるのって本人なの、アイドルって。だからリハ時間取ってくれないことにも切れてたし、その当時はもっと練習したいので夜中まで解放してくださいと、いくら寝る時間なくても私はやってたし、なんかだからそれぐらいのことをやってきたから、なんかなんでそこをまでしてくれないのって思っちゃう気持ちもちょっとはわかるじゃんわかるじゃん、うん、私は1年目の時はやってたよそれ以上のことをって思う気持ちもわかるじゃん、だけどなんかやっぱり場数をね圧倒的に踏めてないから、で今回めちゃくちゃその3期もそうだけどみんなこの短いリハ期間合間にフェスとかもある中やってきたことって絶対自分の財産になるし経験値になるから、なんか頑張ってほしいなって思ってたので、結局はそういういいところにいいものを作れたからよかったなって思ったけど、なんかそれほどリハ期間はもうほんと鬼と化してたんですよ、鬼舞辻 無惨の血が流れてた、うん、そう、もちろんみんな一生懸命やってたんだよ、でも私の求める一生懸命を超えてなくて、最初の頃最初の方のリハはイライラしてましたね、でも逆にその
なんだろう、いつものリハは私はなんかできるからなんか一生懸命やってる風にしないんですよ。だけど今回は自分のコンサートだしと思って、リハは誰よりも一生懸命やったし、なんかこうそれを見てリカさんは全部出てるのにってちょっとでも思ってほしいと思った、うん、そうだから、どんなに辛くてもリハは全部全力でやったし、でもいつものリハはやる気ないんだよ私。だから人のこと言えないのだって私やる気あったらキモくない家ではやるよ、そりゃ家でめちゃくちゃ練習するよ。あの別とかはめっちゃ振り難しくて家で死ぬほど練習したよ。だから MV では一回も間違えてないんですけど、そう、あ、一回だけ寄りの時にあの手の振りを間違えてた時があったけど、それぐらいで、うん、なんか自分のってこうなると責任がやばくて、うん、リハでできないものは本番でもできない。いや、あのね、本当にそうだよ。リハでできたことしか本番できないから。ただもう、あれだね、ティフは体調が悪すぎてもう震えてたから途中から、うん、あの別の最初のスーパーリガちゃんタイム最高あれスーパーリカちゃんタイムって言うんだ、初めて知ったスーパーリカ姫タイム、SRT 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 確かにこうやってやってるもん。友達だと T やってるもんね。いや、友達の T だと思うけど、友達だと行こうか。硬い約束をしてきた僕ら今に
スーパーリガ姫タイム、無双タイムね。感想にもあるから見て、出てくるところ、あれ、ウサギしてハート作って、あと何してるかな。あ、恥ずかしい、恥ずかしいってやって、そうやってるかな。めっちゃ暑い、この体温が。てかさ、平熱が5度8分とかなんだけどさ、もう最後に測った時は7度4分だった。結構あるよね。平熱がね、5度8分とかなの。だいぶあるよね。喉がね、真っ赤っかに腫れてる。多分もともと喉弱いんですけど、いっぱい歌った後に胃液で荒らして、乾燥したからもうなんかボロボロなんだよね。声が戻らない。声、大きい声出ないんですよ。扁桃炎っぽくなって、なんか真っ赤っか、マジ。あのさ、鏡でさ見たら分かるんだけど、めっちゃ腫れてんの。だからなんか炎症を抑える薬と、あとなんだっけ、痛み止めと、痛み止めと解熱は一緒か、と胃薬、強いから薬は、うん、マジラムネのように飲んでる最近は、うん、ここ2日ぐらい。ラムネのようにバリバリ薬を飲んでますね、うん。ラムネは腐す。インスタ見た？投稿したよ、リガ姫。ちょっと待って、神様からコメントもらってんだけど、え、返せない。ちょっとミルキーさんがコメントくれてるって。ちょっと待って、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 え、声出るかも。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばいやばい、え、ミルキーさんコメントくれてるやん。え、どうしたらいいのこれ。え、おいおいおい、神様コメントくれてるんやが。ちょっとちょっと、え、ちょっと、どうしよう、はぁ、あ、
回落ち着こうね。うん。落ち着き方独特。顔を、みんな知らないの。みんなはオタオタだからね。みんながみんなが言ってることってオタオタだよ。女オタオタ。うん。知らなかったでしょ。まだガチオタだからちょっと申し訳ないけど。まさかの。知らなかったの。いや、みんなは女オタオタだよ。女オタの成功系だからね。言ってみれば。そうだと思う。女オタオタの成功した側だから。ミルキー子さんでは負けませんよ。は？じゃあミルキーさんの衣装着たことあんの？ねえだろ。ミルキーさんとご飯行ったことあんの？ねえだろ。LINE 知ってんの？知らねえだろ。本当強すぎ。ミルキーさんでは負けないよ。私48でミルキーさんのこと好きって言ってる人マジたくさんいるけど、私がトップだと思ってる。本当に本当に。え、なんて返したらいいんですか。好きです。オタクで草。だってあれだよ、ミルキーさんの卒コンでミルキーさんがバタ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 ってスリッパのまま走っていくのを遠くで見て、はぁって死にかけてんのを木下桃花さんに、誰ガチオタ楽屋に入れた人って言われたんだから、ガチオタの中に入れちゃダメだよっつって木下桃花さんに言われて、もう、ね、それめっちゃ覚えてる。うん。めっちゃ可愛かった。パタ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 ってスリッパで走って時間ないみたいな感じでパタ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 って言ったミルキーさんを遠くで見てて、かわいいってなってるの木下桃花さんがこの辺でなんか食べながら見てて、誰ガチオタ入れた人って言って
それを48章に取られてたっていう。関係者が立ち入り禁止なんだけどって言われてた。めっちゃおもろかった。でもその時はまだだって素人に毛が生えたもんですから、みたいなもんですから、そんな私が潜入いいんですかっていう気持ちだったから。うん、そう、マジでキモいコメントしてしまったかな。ちょっと後悔してる今。好きですだけコメントして、いやマジでキモいよ、見てみ、キモいから。ハートだりエクサオタクなんだよね、ただの。あとめちゃくちゃ多くてくさ。ただのガチオタネマロタ。いやなんかもう一挙手一投足にミルキーさんは音がついてる、うん、かわいいもん、ピコピコしてる、なんかただこう首を傾けるだけでもなんかんみたいな音ついてる全部に。何それっていう、ずる、はずる。どういうこと、顔かわいい。顔かわいい、スタイルよ、かわいいってなる。なんかもうこうやって見ちゃうもん。インスタライブとかこうやって、かわいい、え、どういうこと今の顔、かわいい、え、かわいい、え、地球上にある数字で表せないぐらいパーセンテージ的には可愛さレベルがやばいって思ってる。うん、そうやって見ちゃう。ななみがめっちゃ投稿してくれてる。かわいい、ヒーニャも投稿してくれてる。食べたい。あ、元気になったらなんですけど、11日長岡の
おしゃべり会は浴衣を着ますけど、浴衣を着ますけどって何って感じよね。あの浴衣を着ますけど、そうでもなんか可愛い浴衣全部どこも売り切れてた。みがちゃんが喜んでくれそうな浴衣が、なんかさ全部さ実家に送っちゃってたんだよね浴衣。新しく買わなきゃいけないよね浴衣。間に合うのかな。なんか昔着たさ、てかさ、私さびっくりしたんだけどスワンキスってなくなったんだね。気づいたらなくなってた。スワンキスっていう、いつからなかったの。びっくりした。なくなってて腐ってくる、ね、やっぱなくなってる、ね、なくなってる。なんかゾゾの売れ残りのやつしかない。なんかどんどんだね。だってリズリサもさあ、なんか私リズリサの浴衣持ってた気がする、昔の。でもリズはまだその根強いファンがいるから大丈夫かな。でもなんかより地雷系に振ってるよね最近は。そう、なんだっけ、どういう、どこが浴衣可愛いんだっけ。ハニーサロン、なんかでも今年はなんだっけ、あのあれだよね、あれが多かった。ジあーあー名前忘れた。なんだっけ。自由じゃない。シュガーの浴衣可愛かった。何それ。
そんなのあんの？やばい、とても変な汗が出てきた。なんでこんなになってまで私ショールームしてるんだろう根本的に意味がわからないよ。なんで？配信ありがとう。休まなきゃ。体を休めください。うん、でももうちょっと大丈夫だって配信やめたとって私は薬飲んでくたばるだけだからもう暇なので、配信をしてないと辛いな、苦しいなって自覚する時間になるでしょ。そうすると辛いわけ、うん、だから配信してるぐらいがちょうどいいんですよ。そう、くたばってもいいんだったらやめてやってもいいぞ私くたばってもいいよって言うんだったら、やめてやってもいいぞ。ありがとう。ちょっとさ、飲み物取ってきていい？一瞬待っててくれる？やばい、ひりきすぎてペットボトルの蓋が開かない。早く石油王に出会おう。ペットボトルの蓋開けてくれる石油王に出会おう。
だってさ、卒業した後私どうやって生きていけばいいの。今までマネージャーさんとかにさやってもらってたこと全部自分でやんなきゃいけないんだよ。死んじゃうんだけど。1回目はビタミン不足なのでビタミンの薬を入れたジュースを飲んでます。ワタユドリンドリンドリンクドリンクメイクあドリンク。Are you sick? 若干シックっていうかがっつりシックなのかな、これは人々から見たら。でも病気じゃないと思うようにしてる。じゃないと自我が保てないから。なんかティフも良かったよね。雨めっちゃ降ったけど、ティフのおせとり私すごく好きだったよ。あ、別に自分がセンターだからとかそういうのじゃなくて、別に私がいなくてもね、ソフトサーブとかを歌ってほしいなと思うんですけど、でもなんかあのいつもの感じじゃない感じがすごい良かったなと思っていました。ただしそしのの歌い出しは絶対にフェス向きではない。だからしそしのはまあいらんとしてしそしのはなんかライブとかでしっとり歌いたいんだよ。私はフェス向きではない。
あとね NGT48 さんたまに血迷って暗闇求むとかさ、フェスでやるときあるじゃん、何やってんのって思うの。私やっててなんでこれ踊ってんやろって思いながらやってるもん、うん、フェスだよって。ソフトサーブってフェス向きじゃない？でもソフトサーブ、あれとかやったらいいのに。だ、言い過ぎないよ、私あれ好きで、掛け声できるし。何かとかね、何かがいる。でもあの別のフェスでいいなと思った。あの別何か、ジュンヨロ、マックスは間違いないね。まずマックス、ミドモリの辺もいい。シャベピも好き。ポンコツもいいね。王様はなんか違う。違うのは違うって言うから私。時計も別にフェス向きではないんだよな。フェス向きかフェス向きじゃないかで言ったらね。私最近世界の人はめっちゃ好きだわ。なんかよりメッセージ性を強く感じる昨今じゃないですか。しみる。でも私やっぱ NGT で好きなのはかかと、ここたい、あの辺はめっちゃ好き、元気になれる。え、どっちもフェスでよくない？心に太陽もかかともフェス向きだと思う。かかとやったらいいのに、みんなでね。かかとめっちゃ好きだよ私。古代は NGT って感じもある。めっちゃ好き。でもやっぱり私は今一番好きなのはあの別だな。あの別がやっぱりちょっと群を抜いて私の好きな曲に踊りで、なんか私の卒業ソングっていうのはもちろんあるけど、そうじゃなかったとしてもめっちゃ好きな曲だと思う。うん、え、MV 見た？ MV
1日5回は見てね、ちゃんと。曲聴いてたらウェイ見たくなる軽な曲。そう、今日はまだ4回、じゃあ今からラスト1回見てきてください、田辺さん。うん、私さ気まずいんだよね、なんかあの関係者とかからさめっちゃさ卒業おめでとうみたいな LINE めっちゃ来てさ、あと1ヶ月いるんだけどなみたいな。なんかすごい気まずい。キスしちゃいましたね。そう、こうやってはるかとひなたからキスされるんですけど、それを目閉じて待っててりかちゃんはってマイカさんに言われて、はい、かわいいマイカさん。思ってた。マイカさんマジかわいい。見つけも超可愛いよね。やっぱりマイカさんって天才なんだ、神様なんだって思った。ハッシュタグ好きなんだとか、ジワルデイズとかもマイカさん、あとね願い事もマイカさん、チョコネムもマイカさん。ラブトリップもマイカさん。神曲ばっかりでしょ、ここぞという時に絶対48の振り付けをしてるの、マイカさん。法定速度とかもじゃないかな。イエイイエイイエからのボウオウオ、違うか、あれはクリエイト違うかな。とりあえずマイカさん、あとねマイカさんは顔が可愛い、スタイルがいい、美しい、天才、神様、好き。人間的に好き。うん、そう。どの愛かわいい、うん、ありがとうって感じ、生きててくれて。今日のご意欲やば。好きなのよ。いや私、いや違う、人生において推しは豊かにすると思ってるからあれなんですけど、もうほんと振り付けとかダンスはマイカさんが圧倒的に推しだし、アイドルとしてはミルキーさんが推しだし、でもだって好きっていい言葉じゃない、私最近思うんだよね、あんまりさ人に言わないじゃん好きって。シンプルに好きって最近じゃあ誰に伝えた、推しぐらいしかいなくない？あと本当に好きな時って好きだなーってこうなんか勝手につぶやいてる。
ほぼ無意識。うん。うん。なんかどこが好きかって言われたら分かんないんだよね、全部すぎて。どこが好きですか、え、分かんないってなるのが好きなんだよね。好きっていう感情、いや分かんないけど、なんか人間的に好きみたいな。何がどうで説明できないんですよ、もはや。なんか可愛いから好きとか、かっこいいから好き、容姿がいいから好きとか以前の問題で、もうなんかなんだろう、 DNA に刻み込まれた引き寄せられる、なんかその人の能力わかる？うん、DNA が好きって言ってるわこれみたいな感じるときないですか？すごい気持ち悪い話してますよ今すごい気持ち悪い話を今してるんですけど、ついてこれてますか？大丈夫ですか？え、わかるでしょ、なんとなく。なんか赤血球が全部こっち向いてるみたいな好きな人の方向向いてるみたいな、この螺旋状の DNA が全部こう好きな人向きに回っていくみたいなわかる？うん、俺がつぐみに感じたやつね。え、それちょっとキモいかも鍋さん、それちょっと早急に訂正してくださいちょっと鍋さん、それちょっとキモいです、やめてくださいずるいぞでも分かるでしょ、なんかその感じ。私はなんか男の人にあんまりそういうの感じたことないけど、なんか可愛いなって思う女の子とかはそういう風に思う。最近リカさ、可愛いものとかさ見たらさ食べたくなる、自分に取り込みたくなる、なんか魔人ブーみたいな、なんか分かんないけどさうん、外国のファンの方にはリカちゃんのためにあの別荘聞きたい。え、嬉しい、ありがとう。可愛いの最上級だって。え、みんなはリカに思うか知らんけど、なんかあのなんか可愛いねってなった時にさ、食べてる、なんかむしろもう食べてる、咀嚼済み噛んでる、うん、食べたいって思った時にはもう噛んでる。だって目の前に美味しそうなお菓子あってさ、
食べてるじゃん。そういうことで何でも口に入れちゃうじゃん、赤ちゃんとかって。そうそうそう、それです。なんと、いや、噛んだことあるよ。痛い、頭痛いのに。言ってたな、なんか前のショールームエリが噛んだことあるよね。むしろ牛に食べられた。ちょっと田辺さんすごい気持ち悪いです。大丈夫ですか。え、大丈夫ですか。なんか可愛いものってぐちゃぐちゃにしたくない、なんかぐちゃぐちゃにしたい、なんか潰したくなる。キュートアグレッションって言うんですけど、私それなんですよね。だから絶対良くないんですよね。精神的にやばいんですよね。え、うん、全然大丈夫。そう、細かくして体内に取り込みたいってこと。私の血となり肉となれって感じ。うん、なんかだってひなたとか無意識に潰してる時あるもん、こうやって「今日暑いね」でひなたは前で「えっ!」ってなって無意識なんだよねあれ。うん、最近で言うとスイスイ食べた。スイスイは食べた。スイスイマジかわいいぞ。ちょっと本当に私スイスイ食べてるもん。完了形。うん、完了進行形だった。定食。今日はスイスイ定食。スイスイはよく食べてるね。リハ中3回は食べた。 MV の時も2回ぐらい食べたね。可愛くて申し訳ないけど、ウィナーみたいに10秒チャージ、うん、ポン酢でいけそう。いや、生で食えるね。うまいぞ、ちなみに。あとね、やっぱね、若い子はいいよね。やっぱ若い子はいい。
鬼うん、スイスイおとなしく食べる、ていうかなんかスイスイな、リカさんならいいですよってニコニコしてくれそう、かわいい、かわいい想像しただけでかわいいいや、自分も相当えぐいぞってこと？私？食べてくれる？みんな食べていいんすか？今だと脇腹あたりが食べ頃かもしれない私の場合は。あ、でも二の腕も美味しそうだよ私。ほらプニプニなんだ。うん、V してぇな明日の予定は？早っ、え、早っ、寝れないやん私。大変、まあ、熱もあるしね明日までに下がるといいな。これがなんかガチ風邪のやつなのか疲労がたたってのやつなのか。でもなんかお医者さんは高射っぽいことを言ってたんだけど、なんか梨花ちゃんお久しぶり、元気元気だよげ元気だよ
みがちゃんにたくさん花丸届けたい。え、みんなから、みんなからしたらさ、あの、私結構頑張ってましたよね。あの、なんて言うんですか、この期間、なんか配信とかもなかったから、あんまりその頑張ってる風な見え方してないかもしれないけど、本当に寝てなくてね、あの、こんななってた、踊ってる最中に前日リハとかもこれなってやってた。後ろにね、意識がね、ふって飛ぶんだよね。リボン買うじゃん。リボンじゃない。これはね、シュシュ。丸いイボイボがついたシュシュ。夏は恋の季節だけど、恋する人がおらんだろうね。でもそれ言うと私もなんだよ、卒業してさ、さあ恋愛解禁ってなってもさ、夏終わってんだよね。あれー終わってたーってなるんだよね。うん、私めっちゃ引きこもりだからさ、多分出会いがない。どうしよう、焦る、焦ってる。クリスマスがある。ちょっと私凍えてる未来しか見えない、一人で。凍えてる未来しか見えてないよ、私は今のところ。夏は暑いからいいよ。のペットボトル開けてくれてる、開けてくれる人を探さないと。なるほど、僕も出会いがないよ。なさそう。笑顔でキルムーブしていく。なさそう。なさそう。ひねえ。
僕は出会っても進展がありません。進展できなそう。下手だもん、みんな下手下手。生きるの下手くそ、みんな。つらすぎ。しんど。だってさ、だってさ、やっぱなんだろう、私が欲しいなって思うときに欲しい言葉をくれるオタクっていないのね。女心分かってねえなーって思う時の方がやっぱり多いもん。うん、なんか多めに見ても今じゃないなそれっていうことを言ったりとかしてるオタクは。でもそういうところが私はファンの人たちの好きなところでもある。みんな下手くそだなって。なんか理科にしかこうなんだろう、癒せない部分があるなら、そう、そこは理科がちゃんとなんだろう、癒してあげたいし、なんかできることはやろうって思うけど、でも心底もみんな下手だなって。これだから彼女できねえんだよって思う。なんかでも逆に女の子はそれぞれっていうこともやっぱりなんか同性ならではの共感じゃないけどしてくれる時があって、今それよ、それが欲しかったっていう時にパッてすぐこう渡せる、愛を渡せる子が多いんですよ、2割は。本気出せば彼女できるし、知ってるかお前ら、本気ってコンスタントに出さないと廃るんだぜ。本気も努力しないと本気の値が下がるんだぜ、知ってたか。出さずに何歳まで来たよ。え、ケーキに刺さってるろうそくの数何本になったよ。あ、ケーキ用意してくれるやつもいねえか。そうだよな、なんでか知ってるか、お前らが本気を出してないことに甘んじて何年も何年もアイドル追ってるからだよ。でも私はそんな不器用なみんなが好きだよ。
アイドルで目が超えすぎたとか言う。でもね、それはあると思う。なんかみんな理想が無駄に高いなんか自分のスペックそこまででもないのにさ、みんな理想バカ高いよね。それが良くないんだよなんかわかる。しかもなんか若干亭主関白っぽいさ、その何俺が育ててみたいな感じ出すじゃん。あ、キモいんだよね。それ出さなきゃいいのにまあ2割はその点さ、なんかそんなことはないと思うんだけど、うん、2割はだって私に罵られることをなんか気持ちよく思うよくわかんない人たちの集まりでしょ。だからだからなんか別にそんなことはないと思うんだけど、でも理想は高いよね、総じてみんな。うん、思わない。じゃあ自分じゃなくて他のオタク見ててそう思わない。私もオタクだったから分かるけど、無駄に理想高いんだよ。自分がそこまででもないのに、努力してもないのに。そうじゃない。だからなんか、なんでその一番良くないところにはまったんだろうって思う人はたまによくいるよ。なんかさあ、それこそドクロのピチティ着てさ、なんかチクポッチしてる人がさ、なんかさ、リアちゃん性別入ってやみたいな、本気の性別も入ってやみたいなさ、クソデリカシーないこと言ってきたりするじゃん。なんかそういうなんとかって、なんでその一番良くないとこにハマってんのお前はって思うけどなんかさ、なんでどうしたいのそれはってねえねえそれは助けようがないですだからそういう人いるんだよ本当に。なんかなんでそこに困ってしまったんだろう、どうこうどう間違えたらそこに行っちゃったんだろうっていう人はたまにいるよね。完璧に間違えた完全体、すごいジレンマっぽいこと言ってるんだけど、ほこたても過ぎないそれ。全部が間違ってる、全部間違ってる人こういるんだよねたまに。どうしたんですかって、そういう人ほどよくわかんないこと言って、リアちゃん失業してすぐ彼氏つくんでしょみたいな、なんかキモいことばっかり言ってくれる人はぁってっ絶滅危惧種だと思ってました。いろいろ全然いる。この間の話からも言ったリュウちゃん最後だから来てよみたいな、でもリュウちゃんこういう人嫌いでしょみたいな最後だからってクリア付き合いでしょみたいな、分かってんなら来んなや思ったけど、うんありがとう大丈夫だよって言ったそういう人に限ってさ、なんかさ、どうしたんですかっていうファッションしてるんだよね。とんでもない柄の短パン履いてたりするよ、ね、何柄それみたいな、お化け柄みたいな、なんかよくわからん生命体がうごめいてる短パンみたいなのが履いてで、なんか
みたいな時がある。なんかくたびれた商店街の古着屋に売ってそうな。よくわからん生命体がうごめいてる途中の図みたいな、なんか柄の短パン着てる人とか。え、じゃあ見たらわかるよ、あのあーってなるから。じゃ私の説明マジ的確だからね、これ見てほしい。どうしよう、クソ高かったら逆にファッション性高いみたいな。たまにあるじゃん、よくわからんさ、なんかさ、あのマルポッチのとこだけ穴開いてるさ、グッチの服とかあるじゃん、だからああいう系のことでさ、なんか そう、だからなんかそういうのはおもろいなと思うけどね、一周回って逆に気になる、その人の人生背景がどうやって生きてきたんだろうって。どうしよう、ヴィトンだった。でもさ、ヴィトンだった場合、血迷ってる時のヴィトンだったと思うんだよね私は、うん、今は決してそうじゃないと信じたいよ。血迷ってる時のブランド物を血迷って買った人なんだよね多分それ、もし高かったとしたらね。うん、安かったとしたらシンプルにセンスが終わってる説っていうのがあるけど。でも思うんだよね、でもそうじゃない、アイドル好きな人ってやっぱりちょっと理想高いよね、わかんないけど、なんかだって可愛い子が好きでさ、挙句の果てには歌って踊れトークができるアイドルが好きなわけでしょ、普通に言ったらバリスペック高いやん、アイドルなんて。でお話し会もこなすからコミュニケーション能力もあって、普段でも関わらないさ、そのなんかなんて言うんだろう、陽キャみたいな、そのなんだろうなことなのかな、になんかこう理解面のことだけはしてないみたいな言われたいみたいなことなのかなと、手の届かない存在だけど、でもさ一定数手が届くっていうか、そのなんかなんだろう、自分のものになると思ってらっしゃる方っているじゃないですか、多分俗に言うガチ恋みたいなことで、なんか私は別にガチ恋嫌いじゃないんだけど、おもろいからおもろいからとか言ってるけど、でも本当におもろくない、なんかそんなに私のこと好きなのって。私はすごい好きだよガチ恋、おもろくて、うん、でもさ、なんかこうガチ恋にもいろいろ種類があって、好きになった人がたまたまアイドルだっただけっていう思考回路の人と、アイドルそのものが自分のものになるって勘違いしちゃってる人と、これで結構変わってくるんですよね、思考回路というか、わかる？私はどっちかっていうと、私が好きなのは前者の方、なんか本当に人間的に好きで応援してて、すごい好き
好きになっちゃった人がたまたまアイドルだっただけでっていう感じのガチ恋の人ってすごいシンプルに応援してくれるじゃないですか。なんかそれがすごい素敵だなと思うの。私はガチ恋が好きなのはその前者の方で、後者の方は総じてやばいやつが多い。なんかいやこれもおもろいからいいんだけど、なんかそのアイドルとして輝いてるその子が俺のものになるって考えてるやばい人たち、うん、そのタイプのガチ恋は結構ね怖いね。俺のものにはなりません。アドバイザーいる。人生アドバイザー、人生辛口アドバイザー、俺のものにはなりません。考え直しなさい。おもろおもろいだろ。でもすごいよね、そういうのがさ、やっぱ一個あってね、なんか人生の希望になってくれてるなら、私はどんな形であれアイドルやっててよかったなって思うことの方が多いけど、でもやっぱりなんかシンプルに嬉しいのは、私がやったこととか、うん、出演したものとか作ったものをこう、なんだろう、いいねとかシンプルに素敵だねって言ってくれる人がやっぱり嬉しいなって思いますね、うん、どういうファンが好きって言われたら、ほんとシンプルに応援してくれてる人が一番嬉しいかもしれない。うん、なんかそれこそお手紙にも書いたけど、なんか自分の作ったものとか、こうなんだろう、頑張ったことを認めてもらえる世界に私は今までいて、なんかそこをさ、やっぱりこう、うん、なんだろう、認めてくれる人たちってファンの人たちなわけじゃないですか。なんかだからそういうのをこう、うん、ちゃんと見てくれてる人が嬉しいかなと思うんだよね。みんな夢みたいに、いや、いいと思う、夢見てもいいと思うし、たくさんアイドルをしてもいいと思うし、アイドルってそういうものだから、夢を見るものだからいいと思うけど、でも自分の夢を一方的に押し付ける押し方っていうのは私は個人的に好きじゃなくて、なんかなんだろう、言いたいことわかる。なんか押してるっていうのって、応援してるとかその子のことを認めてあげることじゃないですか。でその子のやってるお仕事とかに夢を見るのがやっぱりアイドルって思うけど、なんかそれが自分のただの夢の押し付けになってしまったら、その子にも負担だし、その人自体もそれで自分の首を絞めていくと思うんですよね。なんかこうあってほしい、俺の推しはこうあるべきだっていう、このなんか押し付けによってやっぱりその
アイドルっていっぱいいて、その中でその子を選んだんだったら、その子の個性を尊重してあげるべきで、なんか推し方って多分人それぞれで、夢の見方も人それぞれかもしれないけど、でもなんかその押し付けるだけの推し活って楽しいですかって、なんか逆に辛くならないって思っちゃうそう、だからモテねえんだなっていうなんかやっぱ根本、多分私は多分個人的にだよ、他のアイドルがどうとかじゃなくて、亭主関白概念がある人が嫌いなんだと思う、普通に。俺の言うこと聞けよとか、なんかモラハラじゃん、ちょっとだってその子にその子の人生があるわけで、うん、その子のアイドル人生を認めてあげることがオタクがやることじゃん。それをさ、なんか俺の思った通りにしたいみたいな思うのってさ、ちょっとさ、ちょっとモラハラ思考じゃない？私結構それうんってなっちゃうんだけどうん、だからなんかずっと自分に巻き込んでいくスタイルで私はやってきたけど、なんか同じように悩んでるアイドルたくさんいると思うんだよね、私だけじゃなくて。うん、だってさ、そのいっぱい肯定的な意見もらうけどさ、否定的な意見って少なくても刺さるわけですよ。なんか〇〇ちゃんはなんでもっとこうしないのって言われた時に、私のあれがダメだったかなとかいっぱい考えちゃうわけで、なんかそういうのってさ、成長しないし、お互いに押さえつけてるだけだから、上から。と思っちゃうんだよね、私はね。だからこう、私のスタイルに合わない人は今まで何人も私のことを押すのをやめていったしなんかでも結局それでいいと思う、合わなかったら押し変すればいいんだもん、うん、私についてこれるやつだけついてこいのスタイルでやってきたから、私は別にそれで悔いはないし、うん、そういうオタクも合う推し面見つければいい。いや、私絶対そう思う。だってこんなに5万といるアイドルの中で選んでくれるってすごいことだから、なんかそこに無理やりこう自分の考えを押し付けようとしなくていい、よくないって。うん、無理していいことないよね。だからなんか自分の個性をいかに生かして自分のやりたいことをするかっていうのが大事になるんじゃないかなと思うけど、でもさ、私のやり方って結構刺さる人には刺さるけど、刺さない人には本当に刺さないと思うの。そこでちゃんとさ、私に出会えてる2割ってすごいなって思うよよく見つけたねって
唯一無二も無二すぎって思わない？無二マンじゃんって。おむつおむつだったってわけ。いやでもなんか最後にこんなに素敵なコンサート作れると思ってなくて、私結構満足してる。まあ、後悔した点もたくさんあったけど、素敵なコンサートできたのと、あと MV もめっちゃいい感じになったし、私のベストは常に尽くしてきていて、だからなんか最後の最後にこんなトン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 ってまた新たなステップを踏めると思ってなくて、すごい嬉しい。なんかすっごい素敵な卒業アルバムをいっぱいもらってる気分。これで私が死んでも作品として残るね。いつ死んでもいいね、これで。なんかでもそこのさ、なんかなんだろう、あれめっちゃあるんだよね、その考え。なんかそう、生きてってみんな言ってくる、死なないでとか生きてとか言ってくれるんだけど、なんかその概念めっちゃあって、私なんかずっと言ってるけどさ、なんか生きた証をどう残すかみたいな。うん、でも次は呼んでもらえる側になるかな、なったらいいなと思ってるよ。最後の一期生誰なんだろう、今4人でしょ、誰なんだろう。誰って予想してる、みんなは。最後の一期生ひなた。私はね、レイニャ。レイニャだな。最後の一期生顔なんだよね。レイニャって。わかる？言いたいこと。リガちゃんこういうの鋭いからな。うん、レイニャーかなーと思ってるよ、私は。若いしね、まだね。マリナはなんだかんだ、ああ見えて気にしてるんですよ、年齢とかもそうだし、後輩のこともだから、なんかもっと自分のことを、自分の幸せを考えた時に、なんかグループにもうなんだろうな、やれることはやったっていう
選択肢を取るんじゃないかなって私はなんとなくだけど思ってる。うん、やっぱり周りが見える子だからなんかいっぱいこう気使ってふって我に返った時に疲れちゃう時がないのかなって心配になるんだよね。だからなんかマリーちゃんはなんかうん、いやどうだろうな。ひなたとまりなら順番が分かんないよな。どっちが先なんだろう。ひなたもでも意外と早いか、まだもうめちゃくちゃいるか、どっちか二択なんだよね。中途半端にやめたりはしないと思う。そう考えたらひなたもなんか次のステップ次のステップってこうどんどんこう段階を踏んでいってる今は状況で、その中に卒業っていうのも組み込まれてるじゃないかなって私は予想してるけど、でもそういう話全くしないから本当私の予想だけどね。うん、結局なんかやりたいことが明確じゃん、ひなたは。だからなんか次のステージに進みますって言いそうな気もしてる。だけどどうだろう、ひなたもアイドル好きだからな、アイドル楽しみたいのかな。まだ全然わかんないや、その辺は。うん、でもやっぱ最後に残るのはレイニアの気がする。もうその未来しか私見えない。みんなはどう？ひなたと思ってる人が多い感じだったかな、さっき聞いたら。ね。残りガオ。なんかあんまり嫌だな、その字面。字面嫌だ。なんか最後の顔なのか、わかる？なんか最後の一期生顔じゃない？レイニアって。ひなたのタイミング、ひなたってミステリアスだよね。ひなたって分かんないんだよね、何考えてる今、本心どうなってるんだろうって。なんかいろんなロジックにはばかれて解明できない時があって、え、今それ本心で言ってるとか、え、それは冗談で言ってるみたいな、分かんない時があるんだよね。うん、まあ誰が残っても素敵な NGT が続いていくと私は確信しているので。はい、そろそろ終わろっかな。結構やって3時間ぐらいやったもん。3時間ぐらいやったんじゃないね。空いた穴を埋めるかのように。7位がビスコさん、6位が元吉さん、5位がチャタロウさん、4位がお豆さん、3位がそのちずさん、2位がたおかさん、1位がテルモキーバーガーさんです。ありがとうございます。微熱プリプリです。今日は微熱プリ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 微熱感あるこれ。プリ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 。